皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。ほい、ドラゴンクエスト8実況プレイのパート62やっていきたいと思います。3DS 版追加ストーリー奈落の祭壇攻略の続きでございます。あと大体最新部までが来ていると思います。宝箱とかを回収しつつ攻略していきましょう。さて、これか。宝物とかないもんね、本作。しょうがない。はい、オリハルコン、いろんなところにね、宝箱も置いてあるんで、まあ、毒のはきついですけど、頑張って回収していきましょう。エルギフトかな。お、ザラキ食らった。褒めようか。まあ、倒力が使えるので。なんかどうしねえ。棺桶がある。棺桶が置いてあるよ。でこれで、2本目の覇王のマケット。で、ブルベツ剣2本目ですね。まあ、これのおかげでね、まあ、本来であればブルベツ剣っていうと、クリア後のモンスターからね、ドロップアイテム、レアドロップ入手しなければならないんですけど、複数入手するのが、3DS 版では楽になっていますね。なんでまた、オリハルコンだとか、スライムの侍か、とかがあれば、また、作ることができるわけですね。マグレメタルの剣。まあ、全キャラね、最強装備を目指すのであれば、まあ、もう、ね、一本二本は、はぐれメタルの剣用意しないと。アイテムコンプもできないしね。よしよし。さてでは。ね、このフロアで天の門番が出てくるんで、あいつら倒して好きなので、荒稼ぎするっていう方法も、ありますね。
さてそれでは、賢者どもめ、よくもこのジャハガロス様を石なんぞにしてくれたな。封印を破るのに無駄な時間を費やしてしまったわ。バカな、この波動はラプソーム様すでに復活されているのか。いかん、これでは我が輩の忠誠心を示す絶好のチャンスが。うわ、己人間、己失言じゃ。なんだ貴様らは、なぜ人間がここに。まあいい、人間ども、我が輩は少々機嫌が悪い。あの忌々しい賢者どもを根絶やしにする前に、貴様らで憂さ晴らしだ。さて、高専に挑むにはちょっと若干レベルは、適正の、範囲内って言えば範囲内かな、若干低めではあるかもしれないが、なんとかやってみよう。で、チームまだ復活とかさせてないので、それはなしで、戦ってみます。さて、はやぶさ切り。ルカに入るかな？バイキルと、バイキルと。入るね。ハヤブサ切り、アブトバリー、マジックバリア、デホマラ。中心山、不思議なタンバリン、ハヤブサ切り、これ強いね。口ほどにはない。
バカな、この我が輩が貴様ら人間ごときに遅れを取るとは。というとでも思ったか、この間抜けどもめ。手を抜いてると。いや、この魔法陣を張る準備か。体が思い出消す。へっへっへっ、無様だな。油断するからそうなる。どうだ、自らの重みに押しつぶされる感覚は。何、心配するな。痛くないよう一思いにあの世へ送ってやる。我が輩は優しいからな。本当？何？我が輩の結界が！まったく、爪の甘い奴らだ。マルチェロ、一体何しに来やがった。くそ、まだ仲間が潜んでいたのか。こいつらの仲間扱いされるのは甚だ不本意なんだが。まあいい、人間ごとき何匹増えようと構わん。おい、そこの貴様、我が輩の邪魔をしたからには楽に死ねると思うな。さっきからベラベラとよく下の回るやつだ。グダグダ言ってないで、さっさとかかってきたらどうだ。我が輩をコケにしよって、貴様らまとめて塵にしてやる。おい、お前たち、私の足だけは引っ張るなよ。さて、本気のジャハガロスと勝負だ。まず体勢立て直していこう。戦闘がまた切り替わってるからね。準備も最初から。かます。まさ、あ、ね、マルチェロとの共闘。入る。マルチェラの形も地味。
殴った方が強いじゃん、お前。ナイスカード。やってくれるね。いいね。クールやられたな。あ、入んなかった。ギガブレイクで、下を陸さあ、何が言うかな。波動きた。岩石投げ超強いね。
ラブリック、カブトリマジックバリア、ヤマラ。これ連発は辛いね。一応耐えたけど。よし、下がった。リザーブレイク、カブト割り、ハッスルダンス、ほら。そうそうそう。オッケー。うん、強かった。研磨石。バカな、そんな、まだ、な。どうしてあんたがここにいるんだ。私は自分がしでかしたことの後始末をつけに来ただけだ。別にお前たちがどこでのたれ死のうと私の知ったことではない。これであの時の借りは返したぞ。兄貴、そう、ありがとな。おいと。あ、まあなんとかだね、勝利も収めまして。まあね、とりあえず、後にしましょう。いや、結構な調子になりましたね。またあれだな。レベル上げしないと。はい、ではではでは、新しく入手したアイテムを早速ね、錬金していきましょう。またハグリメタルの剣を外さないと。ではこれをこれに戻して錬金。ハグリメタルの剣、オリハルコン、イニシエのロトの剣、錬金開始。ロトの剣。いいね。で、また後でね、はぐれメタルの剣は、スライムの被り結構余ってるんで、作れるので、まあ、オリハルコンね、あと一個手に入ったら、作りたいと思います。で、覇王の斧と、ウォーハンマー。あと何かいるんだっけか。あ、これもオリハルコンか。これ後回しだ。玄魔石、魔獣の爪。よりだったら、ドラゴン、ドラゴンクロー手に入れてからの方がいいんだよね。とりあえずこんなもんでしょう。はい、ロトの剣。まあ、はぐれメタルの剣みたいにメタル系特攻はないんですけども、攻撃力は高い。で、メダル王者の城と。で、片手剣好きでさえあれば、ジェシカとか、
ゲルダも装備できるので、まあゲルダ用の最強の武器と言ってもいいかもしれないね。ゲルダは最終的にやっぱ剣使わせたいのが一番強いから。よし、ドラゴンクロー。で、早速これも錬金しちゃおう。ドラゴンクローと玄魔石。生み出されるのは竜王の爪。ドラゴン系の敵に対して 1.6 倍の特攻が入りますね。これも強い。はいと。では、西王の扇はゲルダに渡してと。はいと。では、今回の、攻略はここまでにさせていただきます。次回、いよいよ、暗黒の魔城に。クジェラナの暗黒魔城に、突入したいと思います。では、ドラゴンクエスト8実況プレイのパート62、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで行けるな。